カレーのインディアンルー、うん、じゃあ、うん、で辛口で、辛口、辛さも選ぶのか、うん、じゃあチキンの野菜ルーの、うん、極辛、うん、普通、普通、うん、以上。カレーが来ました。これ何ルー、野菜ルーか。これは野菜ルーですね。こっちインディアンルー。インディアンルー、なんか野菜ルーの方が若干黄色い感じがする。そうだな、うん、辛いですか。うん、辛くないよ。辛さ何やったっけ。辛口。辛口やのに辛くないの、うん、そう今のところ。おうちのカレーみたい。本当？辛さ。ちょっと交換。本当だな。こっちはおうちのカレーに似てるな。まあ、こっちの方が、うん、カレー屋さんのカレー。カレー屋さんのカレー。スパイシーな感じ、うん。気に入った。気に入った？うん、明日も来る？来る。毎日買える。甘酢生姜と、これが、しその実とキュウリと大根の醤油漬けっていうのがあった、うん、でこれが福祉漬けですね、定番のお寿司屋さんにあるやつ、うん、大好きですよこれ、うん、美味しい。普通にご飯にかけて食べたいって感じ。ホットオイル後からくるって、うん、いくよ、うん、うわだいぶかけた。だいぶかけたよ、うん、辛くなりました。かけてみる。ちょっとかけてみようかな。じゃあくる。めっちゃ舌ピリピリしてる今。そうだね、舌がピリピリするな、うん、辛い。ほら、トカチ、トカチックバスキュー大好評につきお一人様一箱までとさせていただきます。ほら、かわいいでしょ。うん、これ見て、大好評につき、うん、単品は8個、単品までとさせていただきます。買え？買う。うん、コラボセットです。結構ボリューミーです。食べれるかな？この山わさびをつけて食べてくださいって牛トロ丼。はい、お味噌汁付きです。おじさんは牛トロ丼、そうオンリーです。ご飯はあったかくて、これは冷たいね、うん、口の中に入れるとかな、うん、溶けるのよ油が。この牛が、牛が、うん、美味しい。美味しい。溶ける。食べます。美味しそうだな。
どうですか。卵ふわふわなの。卵ふわふわで、うん、お肉もなんか甘辛く味付けがしてあって、うん、美味しい。美味しい。うん。マルセイアイスサンド、アイスサンドです。美味しいものは脂肪と糖でできている。間違いない。いらないの？食べるよ。麺が美味しい。あ、そう。美味しい。このつゆも美味しいよ、すごく。これ焼き豚もすごい美味しそうじゃない？ほら。本当だな。焼き豚。焼き豚がすごい美味しそう。麺がマジでうまい。マジでうまい。ぼちぼちしてるな、なんかな。おいしい、チャーシュー。美味しい？あ、間違えた。じゃあ、ダメだ。絡める？うん。硬い。なんか美味しそうな色してるもん。うん。美味しい、美味しい。バラ食べていいよ。バラ美味しいよ。食べていい？うん。な、油も美味しいやろ。
幌町のレナーズで買ったマラサダです。レナーズじゃないよ。レナーズじゃないの、うん、でもマラサダです。マラサダでもないよ。マラサダでもないな。もうちょっとマラサダ大きいな、うん、揚げドーナツ美味しそう。あのジュエリーアイス見に行く人は、うん、そっか、朝早い人は買えないかもしれないけど、うん、中寄り道して買ってみてください、うん、大きいエビ天が3個も乗ってるとお味噌汁。炭火で焼いてると思うんだけど、うん、そうなんや。香ばしい。まあまあ美味しい。あとお蕎麦と、うん、美味しそう。蕎麦は美味しそうでしょ。エビ大きいよ、ほらこんな感じ。大きいな。この市場の食堂に来るんやったら朝早く来ないと限定メニューがもう9時には売り切れてる。全部売り切れてたな、うん、なんか行列ができるみたい、白スパサンドです。白スパサンド、そう、なんかマスヤのな。そう、マスヤの、うん、こんな感じで。何ですか。白スパが挟まってある。なるほど、うん、で、なんかこの、うん、あのマヨネーズっていうか、うん、これが自家製みたいやで。マスヤさんの、うん、マスヤさんって麦音のパン屋。そうそうそう、美味しいな。想像通りやろ。からしマヨネーズみたいな感じかな。あ、なんかそんな、うん、そんな感じかも、うんうん、北海道で買ってきたお土産です。まずこれが龍月のトカチックバスキュー。これがバームクーヘンの切れ端です。結構ずっしり重いです。これで500円。結構これあの並んで買うみたいです。みんな並んだ瞬間に取りました。ラッキー、ラッキー、マジで。ではこれを開封したいと思います。じゃーん、写真と同じ感じですよ。いい感じ。じゃーん、ベイクドチーズケーキですね。美味しそうです。ペリ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 。半分ずつは？ほっか多いわ。半分ずつはクリームみたいなのが入ってる。はい、どうぞ。コーヒー、はい、じゃあ食べますよ。あっち、あっち、よいしょ。どうですか。おいしい。これやばいな。うん、おいしい。これやばいわ。美味しい、このチーズケーキ。マジでうまいな。うん、空港にも運が良かったら売ってるっていう。うん、売り切れてなかった。
ら空港でも取り扱ってるって言ってはったけど、いや、真ん中のとこ食べた？食べたよ。真ん中のところがすごい美味しい。